巨人とオートはラテン系民族の祭礼にしばしば登場する大型の人形。典型的な巨人とオートは頭がパピエマシェの仮面であり、胴体は祭礼の主題に見合った衣装が着せられている。ブルゴスの巨人多くの場合、巨人は全高数メートルの中空の人形である。頭部と腕部は塗装されたパピエマシェでできており、制作の際には石膏が使用される。 他の胴体は布や衣類で覆われており、通常は腕を回すことができる構造にはなっていない。胴体には人間が入ることができる構造となっており、動かしては肩にハーネスをつけて人形を持ち上げる。人形の傍らにはマーチングバンドがいることもあり、音楽に合わせて人形を動かしたり振ったりする。通常、このようなダンスは少なくとも男女2体の人形で行われ、 男性の人形は、ガン手、女性の人形はヒガンタもしくは、悲願刀ナと呼ばれる。巨人は、キリスト教以前の神や王を表すことが多く、生体を守護する役目がある、ブルジョワの男性と農民の女性、町を建設した王と、王女、ムーア人とキリスト教徒の貴族などのペアで構成される。パンプローナの王と一般的に、王とはパピエ・マシェの頭部を備えているが、身長は、 人間と同程度であり、巨人と比べると小規模な人形である。巨人のように胴体までパピエマシェで作られることはなく、主題にあった衣装を着た人間がこうむる仮面が、オートである。内部の人間は、片手でその頭部を押さえ、もう一方の手には、ムチや豚の暴行を握りしめ、子供や若い女性を怖がらせるために使用する。仮面の後部から前方を確認して、彼らを追いかける。 オートは巨人と一緒に生体配慮の行列に出現するのが典型的な出番である。怪物や竜など奇怪な動物であることが多く、生体行列の際に配送する役目がある。生体配慮以外の行列では同家の役割を果たす。巨人とオートはサルスエラのタイトルにもなっており、サラゴサのエルピラール祭が舞台となっている。サルスエラは、 アラゴン人の屈強で頑固というステレオタイプな印象に焦点が当てられている。紙粘土を圧縮、乾燥させて、成形、塗装した日本の張り子に近い人形のこと。ヨーロッパでしばしば見られる。ありがとうございます。